よく寝てたね。ラオくん、シオンくん、晩ご飯の時間に近づいてきましたが、さすがに今日は疲れたと見えてずっとよく寝ていました。今日12月10日の譲渡会でしたが、残念ながら2度目の譲渡会も、良縁には恵まれず我が家の方に帰ってきたということになります。12月はですね、もう1回譲渡会あるんですが、このまま連続して、出るのかどうかはちょっと、これから考えるというところで、15日にですね、この子たちの去勢手術というのを控えています。そういうスケジュールで、これから動くことになるんですけれども、さてさて、まずはご苦労様。そろそろご飯にしようね。みーちゃんくん、あら、行っちゃうの？あ、お迎えか。ちゃんくん、お迎えに行きました。はい、おいで。ラオブシオくんたちの準備を始めたら起きてきました。自分のなでなでタイムも組み込まれてるってもう分かってるんだね。はいはいはい、テーブルに逃げますか。テーブルに行く。あ、いいな、ブラシ。じゃあ、こう。シリシリしたんだよ、さっくん。なんかもういいな、ブラシ。
ラブくん、うちに帰ると元気だね、君。かわいい首輪なんかしちゃって、そっちはダメなんですよ。よいしょ。はい、ラブくん。はい、今度の上はダメね。はい、よろしい。はい、キンズちゃんのケージにカメラを入れていたらですね、シオンくんが入っていきました。シオンくん出る？まだね、ちょっとアンズちゃんを外に出せないので、アンズちゃんをどうしていくかも今のちょっと、まあ、悩みっていうことではないんですが、考えなきゃいけないことですね。この間隠れてしまった場所、あそこを、まあ、なんか、座布団みたいなものとかクッションみたいなものでもいいから蓋をして、ちょっと外に出られるような形をまたもう一度やるか。だね、あの、まあね、ケージの中で触れるっていうのが、まあ今ご飯の時にちょっとだけ触るみたいにしてるじゃん、あれを延長していくとできるようになるっていうことなのか、それをね、例えば来年にくらいには触れればっていうことであれば、そんな感じかなと思ってね。どっちかな。まだちょっとシャアを言ったりもするけどね、この人は。さんの声が捉えられてないので、何かを対策したとしてもちょっと不安だなっていうことですね。なんか入りようがいくらでもね、ちょっとある、それと、まあケージの外に出たからって慣れたとは言えないんだよね。ケージの外に出たっていう事実だけだからね。そしたらちょっと本人は嫌がるかもしれないけど、隙を見て触るっていう、ちょっと怒ったとしても触っちゃうっていうのをやりますか。おやつの時になるべく手からこう、上げるのが前と違って。ね、あんずちゃん、遊んでる。ラブくん、うちに帰ってきたらすぐいたずらか。よし、じゃあアンズちゃんのとこに入っていいよ。あれ、何やろか。
いろいろ落としてますよ。あ、うん。クリスマスが、あ、それはちょっと落とすと壊れるよ。人形。あ。でもこれ木でできてるやつだから、うん、まあまあ。パーツがね。うん。しおんくんも一緒になって遊んでますね。そうですね。伸び伸びしてますね、うちでは。一生懸命頑張ったもんね。はい、はい、ご飯の前に必ず甘えに来るシアン君。はい、どうぞ。はい、よくお食べ。そしてアンズちゃん、はい、アンズちゃん、はい、指ご飯あげるからね。アンズちゃん。はい、アンズちゃんどうぞ。はい、カリカリもどうぞ。